皆さんこんばんは岡崎直子です、えー、岡崎直子のトークライブ第41回目になります、えー、女として生きる2019というテーマで、えー、また90分ほどおしゃべりをさせていただきたいと思います私すごくこう女性性だとかフェミニズムだとかその女性が社会でどういう風うにこう活躍していくかだとか社会が女性的なものとして生まれ変わっていくってどういうことだろうっていうことって結構この人生のメインテーマと言ってもいいぐらい。 あの気にかけているテーマの一つだったりもするんですけれどもその反面何かこう女性について語るっていうことって未解決事件について語る感覚というか私自身も、まあ、まだ女性として人生を生きている最中ですしこう言い方一つ表現の仕方一つでもしかしてこう聞いてくださっている女性の、ね、皆さんのどなたかを傷つけてしまうような。 言いいい方になななっっててししまううかもしれないなっていうちょっとセンシティブな話題だなって思っているところもあってえちょっとメインでこのテーマを語るっていうのをちょっとずっとなんとなく避けてきたようなところがあってまあ現代を生きる今の女性のこうメインの問題っていうことについてはあんまりこう実は語っていなかったところがあるのでちょっと今日は思い切って語ってみようと思いつつえちょっとセンシティブな話題だからどうしようかなって思っているっていう感じそういう感じなんです。 今を生きるね私たち女性としての感覚女性としての問題なんだろうなその結婚とか恋愛とか社会の中で女性として自立していくってどういうことかとか男性とどういうふうに付き合っていったらいいのかみたいなそういう話題ってもうもろに自分の問題に直結してしまう女性だったら誰しも感応しやすいっていうか入ってくる話にそういうなんだろう ななんか Me too 運動みたいな、ね、ニュースとかが海外のニュースとかで出てきたとしてもなんか自分ごとのように怒りが湧いたりだとか社会に対する憤りが湧いたりっていうことってあると思うんですけれども今日はあえてあえてって感じの提案なんですけれども今日はあえて自分が女であるっていうことをちょっと忘れてすっごい客観的な感覚で。 話をを聞いいいいいいててててみてもらいたたいたなというふうにに思っっててそのお願いを最初にしたかったんですね。まあ女性の問題に限らずなんですけれどもここからね社会がどうなっていくかわからないだとか何か韓国との緊張関係がすごく高まっていてどうなるかわからないとかねなんか LINE スコアとか信用スコア問題とかでね個人情報が完全に数値化されてやばいとかね。 そういういう社会不安の話とかを聞いたりするとすごくこう女性ってやっぱり共感力が高いから感応してしまうその話にうわ怖いってなってしまったりじゃあどうしたらいいんだろうこの問題について何の対処をしなければいけないんだろうっていうふうに考えがすぐにいきがちなんですけれどもそうではなくてへえ面白いって思ってみるのが一番 こう精神的に楽だなってううのを最近すすごく思うんですねそういうニュースにぶつかった時に。ちょっとそれるんですけどこう勉強することとか本を読むこととかニュースを読むこととか時事問題について考えることとかが面倒くさかったり大変だったりすることの一つの、まあ、理由の一つってその共感してしまいやすいっていうところってあるじゃないですか。こう自分のなんだろうな気持ちが それによって影響されてしまうネガティブな方向に影響されてしまうのが嫌だから未知のことに踏み込んでいくのがそれがちょっとブレーキになってしまうようなことって女性は特にちょっとあるかなと思うんですけれどもなんかこうそこを避ける一つのすごく簡単な方法として「へえ面白い」って思ってみるっていうのってすごく有効だなと思っています実は。 あこんな考え方をする人がいるんだえそんなふうに韓国との間で緊張関係が高まってるんだへえ面白いって <laughs> 無責任に思ってみるでそれ実はすごく大事な女性にとって自分を客観視したり自立していったり自分自身について知るっていう時に大事な一つの態度だなというふうに思うのでちょっと今日はそれを是非こう心がけて見ていただければいい,とい,いかなと思っています。 なんでこんな質面のくさいことを最初に言ってるかっていうと本当にこう女性のテーマって言葉を選ぶっていうか難しいなっていうのを思っていて例えば私今39歳ですけど私は39歳のおばさんでとかね例えばもし言ったとすると私は私が39歳でおばさんだってことを何にも気にしてなかったとしてもそう言った瞬間に同じ年齢とか私より年上の女性の方がえっ 私もじゃあおばさんってことなんですかっていうふうに傷ついたりするとかそういうことってあるじゃないですか <laughs> でもそれをそそうそうなんですよでだからこの問題ってすごくこう話すのが難しいなと思っていて「いや私なんて全然恋愛も全然し,たしてないしモテないですよ」とか言ったとしてもそれもそのモテないっていうのはどのレベルのモテないの話を言ってるのか何かそういう何て言うんですかパーソナルな話として受け取ってしまって。 話の内容とか情報っていうよりも自分の心理的な感情のこう波の方にこう気分が全部持っていかれてしまうっていうかでそうするともうえっと情報とかデータみたいなものを客観的な目で正しく冷静に見るっていうこともできなくなってしまうしその瞬間にやっぱり情報をどこかであのシャットアウトしてしまうのでもったいないなというふうにも思うんですよねそれをも時間も込めてっていう感じなんですけど私もすごくそういう傾向があるので。 だからね、その女性がどういうふうに自立していくか自分自身について知っていくかっていう時のもう最初の一歩としてまず自分が女だっていうことを完全に忘れてすっごい無責任な話として「へえそんなこと考える人いるんだ」っていう感じで突き放した感じで聞いてみるっていうのをちょっと心がけてみてくださいという最初のお願いでした、えっと、初めて漫画の参考文献を挙げますが東村明子先生の「東京タラレバ娘」ですね デヴィ夫人の、まあ、自伝的な、うん、女性啓発本っていうのかな「選ばれる女におなりなさい」っていうこのすごいタイトルこの時代感がねなかなかこう歪むような感じですけれどもディストーションかかるなって感じのタイトルですけれども「選ばれる女になりなさい」ですねそしてえっ、ー、とモーリン・マードックさんという方の書いた「ヒロインの旅」ですね えっとバレリー・エステル・フランケルさんという方の世界を作る女神の神話という感じで、えー、このまあ4冊、タラレバ娘は1冊と数えると4種類の参考文献で今日のお話をしていきたいかなというふうに思いますで、その女性としての自分自身、自分の女性性とどういうふうに向き合うのかっていうことが なんかあんまり多分誰も分かっていないこの世の中それは本当に太古の昔だったら女性で作られているコミュニティとか女性として生きていくための知恵みたいなものを。 あの世代から世代へと受け継いでいくみたいなコミュニティ文化がちゃんと備わっていてあの生理になったらその期間だけ女性同士で集まる小屋みたいなところがあってその中でまあ年配のおばあさんたちから女性の体についての知識とかどういうふうに自分をケアしたらいいのかどういうふうに感情と付き合っていったらいいのかっていう英知がこうしっかり伝達されていてなんか自分の女性性を何て言うのかなこう具体的に受け入れる方法みたいなものがちゃんと 知識としてあったんだけれども今の時代って本当にそういうものが皆無だから例えば女性が自分の体のこう妊娠する仕組みだとかその月経の仕組みみたいなことを習うのって保健体育の学校での授業っていうことになってしまうしそれもやっぱりねなんか小学校56年生の時に男子はあっちに女子はこっちのクラスにみたいに分けられて今どうか知らないけどね私の時代はそういうふうに分けられてなんかこっそり。 秘密のいいけない情報を伝達されるかのようにこっそり教わるものっっててていいう感覚になっていてでその小学校56年生ぐらいの時にポンって投げ渡された曖昧な知識一つだけでその後にじゃあ本当に成熟していった大人になっていく自分の体をどういうふうに付き合っていったらいいのかとかどんなふうに女性は感情が揺れやすいのかみたいなことに関しては習った覚えもないし。 お母さんからも特にそんな話聞いたこともなないしなんか本当にこう何だったら本当少女漫画とかねその時に読んでいたえっと中高生向けのコンテンツみたいなものの中からぼんやりイメージをつかみ取って女同士の女子トークの中からこう漏れ聞く情報でなんかセックスにまつわることとか否認にまつわることとか生理にまつわることとかをなんかぼんやり聞くっていうぐらいの教育しか多分受けてない。 と思うんですよでこれ本当実はすごい大問題だなっていう風にに当あの39になって思うんですね <laughs> 実を言うと。これがあの何て言うのかなその男性社会になっているっていうことの大きな弊害の一つだなっていう風に思っていてロハスとかスピリチュアルとかネイチャー系の雰囲気の文脈の中から その女性性を取り戻しましょうみたいな話って最近ちょっと出てきたりしていてそれはそれですごくいい一つのムーブメントだなとは思うんですけれどもでもやっぱりこう幼いうちにそれを習うっていういことがないですよねそれがないまま大人になってその一番センシティブな少女時代っていうかその思春期みたいなものをほとんど何にも知らない無知な状態のまま過ごしてなんかその間にズタボロにいろんな意味でなって。 こうね、社会から食い物にされたりしながらなんか大人になってあとあと自分のその少女時代の傷を一生懸命癒す羽目になるっていうかねそれがなんか現代女性の背負っている一つのなんか語カルマみたいなもんだなっていうふうに思ってしまうんです女性として生きるっていうことが大変なのってなんか女性の性にまつわることってやっぱりとってもタブー化されているし でタブー化されててもいいんだけどタブー化されてるならされてるなりにその女性同士のコミュニティなり何な,なりの中でそれをしっかり伝達するっていうものがあってしかるべきなのにやっぱりそれもないから本当にこうそこだけぽっかり私たちまるで本当1314歳の女の子のまま女性性に関しては大人になってしまうっていうかでそれで本当後々になってなんか右往左往する羽目になるっていうか。 それを、ね、すごくこう実感しているんですよ私も。というわけで、えーね、その <laughs> 自己啓発本の話からすごくそういう風になりましたけどだからねだからですよそういう自分自身の女性性とか肉体の扱いとか感情の扱いみたいなものについての英知を完全に失っているよく分かってない状態のまま女性が女性についての本を書いたり何か語ったり。 すするるしてるわけじゃないですか、まあ、私も今それをしてしまっているわけだけれどもそのなんだろうモテ本みたいなものもそうかもしれないし女性としてなんだろう美しくなる評価されるっていうのがどういうことなのかみたいな方向性で話す時にどうしても容姿を美しくするとかなんかそういう方向に話が行きがちっていうかね女性が自分の体について考えてそれをケアしようって思う。 なんだろう一番マスな、ね、量の多いテーマって何かなって考えるとダイエットとかモテるとかじゃないですか婚活とかそっち系じゃないですかそういうテーマから始まってようやく自分の体とか心について考え始めるっていうような入り口になっていってもうそれがすでにすごく歪んでるよく分かってないんだけどなんかそうなってしまってる現状としては。だからねその 粗悪ななな自己啓発本があふれててるるみたいな状態にっっちゃってると思うんですよ実は女性にまつわるいろんなことってでもちろん中にはすごく良書も良い書物もたくさんあるし頑張って活動してらっしゃる女性もいっぱいいると思うけどそう <laughs> そうなんですよなのでこの辺の失われた、ね、女性性に対する自分たち自分のことですからね自分の肉体に関する知識とか知恵みたいなものをちょっとどうやって復活させていくかってことは。 一つこう世代を生きている大人の世代として生きている今の自分の一つの、まあ、テーマかなっていうふうに思ったりもしているところなんですね。はい、というわけでまあちょっとキーワード1について話しながらちょっとね今日の話に入っていきたいかなと思います。欠けているるものは神格化される法則です、ね、えっとね「東京タラレバ娘」皆さん読んだことありますか 双方向じゃななないからリアクションが聞けけくて残念なんだけどもしこうアンケートとか取れたら取りたいぐらいなんだけど読んだことありますか東村明子さんめっちゃ面白いですよで。ちょっとだけあらすじをご紹介するとあドラマにもなりましたよねテレビドラマにもなったからそっちで見た人もいらっしゃるかもしれないですけれども、えっと、33歳の女性3人が主人公、まあ、主人公は1人かな主人公の凛子さんっていうね 作本家の,、まあ、キャリアのバリバリキャリアの33歳の女の人が主人公で、まあ、彼女と同い年の33歳の女友達が2人いてこの3人はずっと女子会ばっかりしていると毎晩こう居酒屋で飲んだくれて、まあ、あの男の愚痴とか仕事の愚痴とかをギャーギャー騒ぎながら楽しく女子会をしているとでそこに、えっと、234歳ぐらいのすっごい若いイケメンの男の子が、まあ、現れて。 その30過ぎて女子会をずっとしてて男の悪口ばっかり言っているお姉さんたちにまあきつい痛いことを痛い真実をずけずけ言っていくっていう漫画なんです本当にそれだけのまあ,ある意味漫画でまあ33歳っていうのはもう全然少女じゃないんだ女の子じゃないんだっていうようなことをそのイケメンから言われてすごい傷つくっていうような話なんだけれどもこれ よく炎上しなかったなってちょっと思ったんですけど私あの今だからねあ全然面白く読んだんですけどこの漫画本当に実際自分が33歳とか、まあ、30歳ぐらいの時にこの漫画を読んだとしたらちょっとショックだったかもしれないなっていうふうに思うぐらい結構こうんだろう痛いところをすごいついちゃってる漫画で。 本当炎上しなかったのかなと思ってネットで調べてみたらやっぱりちょっとプチ炎上みたいなのをしてたみたいでなんかこう漫画評論家の人とかがこの「タラレバ娘」を読んであの傷ついた女性たちがいたらもう今すぐその漫画をもう読むのやめてくださいそこに書いてあることを信じないでくださいみたいなこう投稿があったりとかしてやっぱりこう結構炎上していたと。私もも本当実際もう今よりもうちょっとその 結婚しない独身のまま一生いく過ごすんだろうかとか子供を産むことはないんだろうかみたいなことをセンシティブにちょっと感じていった時にこの漫画,漫画を読んだらちょっとその途中で読むのをやめてしまったかもしれないっていうぐらいきついっちゃきついんですけれどもでもやっぱ漫画としてものすごく面白いしこの東村さんが書いている内容って実は全然この女子会やっている33歳の独身の女の子たち女の子っていうか女性たちに。 だろうの敵でではないんですよねやっぱり彼女ももちろん女性だし何を言ってるのかっていうとそのいわゆる粗悪なね自己啓発本のような女性としての幸せ女性として評価されるってこういうことなのだっていう粗悪な教育にずっとどっぷり浸ってきたまま大人になって自分たちのやっている方向性が実はリアリティからすごくそれてるんだっていうことに気づかないまま 楽しい女子会の、ね、幻想の中にずっと行っていつ結婚できるんだろうって言ってる人たちに「いや結婚したいんだったらその生き方はまずい」「の男の人と本当に正面切って付き合っていきたいんだったらその女同士の輪の中で交わされる女同士の,その粗悪な幻想の中の世界で閉じこもっていたらリアリティが見えなくなるよ」っていうことを言っている話なんですね。でまあ、かつ、ね、やっぱりそのイケメンと ちゃんとこうんだろう夢も残しながらファンタジーもちゃんと残しながら希望もちゃんと残しながらでもリアリティに全部向き合った後だからこそその希望には意味があるし輝くんだよっていう方向のオチにちゃんとなっていて私やっぱりすごい面白い漫画だなヒットしてるだけあるなと思って感心しました。めっっちゃいいいい漫画だだたののでもし読んだことない方いてまああの 自分の、ね、ことを突き放して見れる人とかあるいはちょっと痛いことを言われても大丈夫っていう人だったら読んでみたらいいかなというふうに思いますすごくいい漫画です。そうでねこうその33歳の脚本家の、ね、凛子さんっていうの彼女が主人公なんだけど私その、えっと、マスコミ出身なので出版社出身女性編集部女性誌編集者だったので。 本当にこういうい人たられば娘に出てくるようなこういう女の人たちがいっぱいいたんですよ周りにもともと。でその女性自編集部って、まあ、出版社にもよるんですけど私のいたその小学館では本当に8割女性っていう職場で、まあ、モデルも女性だしスタイリストも女性だしヘアメイクさんはまあ男性だったりカメラマンさんは男性だったりすることもあるけど。 もう本当に女子校のような女の人しかいないっていう環境の中でおしゃれについてとか素敵な生活についてとかインテリアについてだとか女性としてどういうふうに輝くかっていう話をすごく発信していた媒体なんだけれどもでもなんかその女性の持っている自分のときめきとか美意識とか価値観みたいなものがそのいわゆる女性誌の外の世界っていうか一般の男性を含んだ社会の中の 価値観こういう人が素敵な女性だよねっていう価値観とずれてるっていうことにやっぱりね気づかないんですよね <laughs> その中にずっといると分かんないんですやっぱりそれは逆にその何だろう男のねそのこの「たられば娘」の中にも出てくるんですけど男の映画オタクが「あのダークナイト」とかなんて「マッドワックス」とかっていうなんかこう。 少年漫画みたいな何ていうのかな <laughs> そういう映画ばっかり褒めそやしてどんな宴会の場でも女がいても関係なくそのダークナイトの話ずっとするのがうざいみたいなね発言が出てきたりするんですけれどもまあそのいわゆる最近言われてるホモソーシャルっていうやつですかその同性同士の集まっているソーシャルの中で一心伝心で通じること。 あ,あれわかるよねそうだよねっていう感覚だけで通じる世界でしかコミュニケーションを取らないっていうところでずっと時間を過ごしてしまうとやっぱりそのコミュニケーション能力は下がるしそのリアリティに対する感性っていうのもやっぱり下がってしまうんだなっていうのをすごくねなんかやっぱり思うんですよ。でちなみに私が実際にねその そのファッション誌でずっと長い年月を過ごしてきてその女性文化で育ってきてでその自分の考えてる価値基準とか女性として素敵っていう基準っていうのが世間の価値観とずれてるんだっていうことに気がついたのって「セックスザ・シティ」っていうアメリカのドラマが流行った時だったんですね。でそそれれが流行っってて、まあ、自体私大学生ぐららいいいの時からずっと見ていた長いシリーズで でも社会人になってファッション誌で働いてる時に SATC の、えー、と映画がやりましたとでそれがもうやっぱり女性誌編集部だからみんな SATC 大好きでおしゃれと男の悪口と恋愛と結婚とみたいなドラマだから楽しくて好きなんだけどその映画でキャーキャー盛り上がってた時にこう男の人がその時誰だったか忘れたけど営業かなんかの男の子だったかなその人が「SATC 全然好きじゃない」って。 あそこに出てくるような女は誰もモテないっていう風に言った時にすっごいショックを受けたんですね実はまあ、今となってはですよねって感じなんですけどでも当時はなんかだって自立して仕事もしておしゃれもして30歳超えても若々しくて可愛くてえあれすごい素敵な女性じゃんって感じがした男にも負けない素敵な女性じゃんって感じがしていたから それれが全然素敵じゃないいっっって言われたたにすっごいカルチャーショックだったんですよ。で、それが結構ね最初の私の味わったストライクだったんですけれどもまあ何がね言いたいのかっていうとなんかこうそういうね SATC に出てくるような女の人とかタラレバ娘に出てくるような女とかって言ってもいいんだけれどもそういうなんだろうおしゃれにすっごいお金使うような人たちっていうのって攻撃的なような。 雰囲気気ももすするるるしし取ってる感じもするし褒められたがりで自己顕示欲が強くて承認欲求がすごい強くてなんか面倒くさそうそういう女気が強そうで面倒くさそうって思うかもしれないんだけれども、まあ、実際そういう人たちに散々囲まれて生きてきた私としてはなんか同時に、まあ、確かにそういう側面もあるんだけれども見えっ張りとかねそういう側面もあるんだけどでも。 反面すっごい頑張り屋でもあるんですよ本当に。どう頑張り屋なのかっていうと小さい頃からずっとすごいね偉いね可愛いねって言われてきたことを何歳になってもずっと忠実に追求しているっていうだけなんですよ。もちろん、まあ、そもそもおしゃれが好きなんだっていうシンプルな話もあるでしょうけどでもこう今の時代を生きている女性たちって やっぱりその明治の女性たちとは違うから自立しなささいっってやっぱり教育される。男性と女性は同じだよっていうふうに一応教育されるそれが事実とどれだけ違ったとしてもねと同時に女の子として可愛いらしいとかその旧来の女性としての価値観みたいなものもずっと一緒に引きずりながらこうなんか二重化してこう教育されるんですよね。 教育っていうか、うん、その周りからなんとなくのインフォメーションとして。お母さんからなのか、友達からなのか、社会なのからなのか、テレビからなのか、わからないけれども。その女性として素敵な姿っていうのを、なんかすごくね、その。二重化して見せられるんですよ。一つは男性と対等で、男性のようになりなさいっていう理想像があるんですよ。女性と男性はもう平等だ。お母さんたちとの時代とはもう違うから。自分のやりたいことを自分で決めて。 なんか働いて自立して生きていきなさい好きなことしなさい男のようにかっこねある意味っていうラインともう一つそれと全く別のラインとしてなんかお母さんが自然となんだろうお,お父さんとか子供たちの欲求とかを先読みして「喉乾いてないお茶入れようか」とか「寒くなっちゃったねちょっと上着着たら?」とかなんかこう先回りして気を回して人の世話を自然とするお母さんの姿。 それか自分のお母さんがそういう人じゃなかったとしても友達のお母さんとかドラマの中のお母さんとか漫画の中のお母さんとかっていうものを通して女性とししてての一つののつ美しいいあり方っていうのをそっちからも学ぶわけですよねでそうするとそのなんかこう気遣いができてなんか優しくてニコニコしていてなんか本当に人の気配をその欲求を もう一歩先に読んで先にそれを行動できるっていうその女性の野性の勘みたいなねそういうものの美しさみたいなものとその男性と対等っていうのとう両方なんかこう見せられるんですよね。でこの2つ何て言う,う,うのかなこうそれが両立できないとか2つ目指しちゃいけないとかそういう話をしているわけでは全然ないんだけれどもでもね なんかやっぱり子供の中で微妙に混乱するところだなっていうふうにも思うわけです。というのもその女性としての,えっとその本能的直感に従って人の世話を焼けたり場の空気を読んだりその社会性があるってやつですよね女性は社会性があるっていうふうに言われるけれどもそういう部分って実はその太古からの女性の女神の神話みたいなものから連綿と続いている。 本能的な女性性に備わっている一つの力であってこれを本当の意味で発揮するには女性は自分の肉体っていうものとか感情っていうものとの付き合い方とかをすごくちゃんとこう構築していかないと難しいんだけどそこに関ししてててはもうハウトゥーが失わわれてしまっているわけなんとなくそれができる昔の女性たちっていう姿だけぼんやり影のように残っているけどどうやったらそんなことができるのかっていうのはちょっと失われている。 なんとなくね、でそれに対して男性と対等にっていう方に関しては How to がいいっぱどういうふうにお金を稼いだらいいかどういうふうにインターネットを使ってビジネスを始めればいいかどういう勉強したらいい大学に入れるかっていうことってもう溢れていて、まあ、それが男性社会だって言われてるゆえなんだけれども男のようになるっていうことに関しては情報が溢れているわけです。その男性と対等に仕事もも勉強も なんかこうきちんとしてるちゃんとしてる社会的にちゃんとしてる自立してるっていうことも目指すし同時に女性として求められている可愛らしさとか美しさとか,なんか繊細さとか少女性っていうやつですよね要するに少女性っていうやつそれも保ちたいっていうその両方をなんかこう素直にずっと大人になっても追い続けてきたっていう感じなんですよ彼女たちって。っていうふうに思います。 SATC の中でも出てくるんですけどどうして、まあ、SATC もたられば結びみたいなな感じなわけですよ35歳ぐらいの女性4人が男の悪口言いながらずっとおしゃれしながらカフェで、ね、ご飯食べてるっていうようなね <laughs> 私好きなんですけどね SATC そういうドラマなんだけどでもえー そ,うその中でも出てくるんだけど「どうして私たち結婚できないのかしら」みたいなね話題が彼女たちの間で出た時に「えー、ディズニーのせいよ」という、まあ、アメリカのドラマなのでディズニーのせいだとディズニーのいつか王子様が迎えに来て全ての女の子はお姫様でいつか素敵な王子様が迎えに来て花嫁さんになって幸せに暮らすんだ永遠にめでたしめでたし幸せに暮らしましたとさっていう物語が待ってるんだっていう。 その呪いをずっと受けたままそのファンタジーという呪いをずっと受けたままそれをずっと信じたまま大人になってじ全然それは現実とは違う話なんだっていうことを誰も教えてくれないままここまで来てしまったんだっていうようなねなかなかきついセリフがあるんですけれどもでもまあ本当その結婚するまでの物語っていうのはえっ、ー、とその。 ドラマとししてあ溢れてれいるしおとぎ話の中にたくさんあるんだけれどもその結婚して子供を産んだ後の女性がどういう人生を生きるのかってことに関するファンタジーとかそこに希望を抱かせるような物語ってあまりにもやっぱり世の中に少なくって母親の美談みたいなものっていつもその母の自己犠牲っていう側面が結構強調されたりしていてシンデレラのね あの結婚するまでのドキドキの物語に比べるといきなりトーンダウンしちゃうわけですよねそこがなんか素敵に見えないっていうかそこになんかいいフィクションがないっていうかねもっと夢見る話があってもいいと思うんだけどでもそうするとまあ,あの当たり前の感覚として一番楽しくて一番ワクワクできて一番自分の価値が自己価値が高いまま保っていられる少女の時代の神話自分はまだ若い可愛い えっと儚い女の子でこれからやってくる誰か運命の人が私をめとってくれるの見つけてくれるのを待ってるんだっていうその神話の中にずっといる方がなんか幸せだっていうふうに無意識的に思ってしまってもしょうがないかなっていうふうに思うわけです。で、えー、とまあねその問題の大前提として本当に結婚したり子供を産んだりすることが幸せなのかっていう話とかもちろんあるし。 なんかもちろんそれだけではないと思うんですよ人生は全然そうなんだけどでもやっぱり社会の中であまりにもその少女時代っていうものその割に少女時代っていうのは、ね、最初に言った通り何の自分に自身に対する学びもないまま無知なままあっという間に通り過ぎてその間に散々搾取されたり痛い目にあったりするっていう時期になってしまっていてその時期ってこう楽しみきれないんですよね。 女性は女性であることを実は少女ってあまりにも社会に対して力がないのにあまりにもその少女時代っていうものがこう神聖化されすぎてしまっていてねなんか私もその、まあ、少女というには大人だけどその大学生とか大学卒業して社会人12年目ぐらいの頃とか。 40代50代ぐらいのおじさんにめちゃくちゃご飯んおごってもらったり <laughs> そのマスコミだからねそういう関係がすごくあるんだけどあのデートに誘われたりとかいっぱいしましたけどなんかこうそ,うそれがなんかこう期間限定の,その若さっていうものに関してされている投資だったん投資っていうかそこに向かって投げられているこう需要だったんだっていうことは分かんなかったんですよねやっぱり。 そんなこと誰も教えてくれなかったしっていう感じで <laughs>。誰もリアリティはあんまり教えてくれないまま、大人になると、そういうふうになるなっていうのをすごく思うわけです。別に後悔してないですけどね、今の人生は全然ね。そうでも、そういうふうに思います。で、えっ、ー、と、そう、欠けてるものは神格化,化されている法則っていうことなんですけれども。なんかね、この時代をすごく遡って考えてみて、近代以前。もう明治時代以前ぐらいの社会。 っていうのは男性と女性男と女っていうのはお互いにすごく神秘的な存在だったわけですよね。秘密にされていることタブーにされていることっていうのがたくさんあったからその分そ,のそこに女性がいるそこに男性がいるっていうだけでなんかこうもう刺激的だったわけですよすでに。で、えっと、社会のハードルが下がってきて男性と女性の間の垣根みたいなものがだんだんなくなるにしたがって逆に その刺激を上げないと何かを感じるっていう能力がなくなってきてしまっているっていうのはすごくあるなっていうふうに思います。まあ、平安時代とかだとほらあのふみでのやり取りとかがね当たり前だった結婚するまでお互いの顔も見ないみたいなのも当たり前だった時代とかだと本当に手紙の一文字それだけでそこに添えられたお香の香りそれだけでその人の なんだろうセンスとか知性とかどういう人なんだろうっていうことには想像が及んだしなんかそれだけでで恋愛になり得たわけけすよねだけど今ってやっぱりこうそうはいかないっていうか誰もがどういうふうに素敵におしゃれをしたらいいかどういうふうに素敵な会話をしたらいいかどういう素敵なデートが求められているのかみたいな情報だけが先にあってそれをなぞるようなことしかやらない時代ってなってくると。 その人が本当に自分にとって合う人なのかどうかときめく人なのかどうかっていうことってなんかその人の本心本性がどういう人なのかっていうことよりもなんかよりゴージャスだったりよりなんかビビッドだったりするなんか本当にすごく強い刺激みたいなものが得られないとなんか感じられなくなってしまうっていうか深刻化,化されなくなってきてるっていうことですよね。タブーとか そのハードルみたいなものってこうそれが本当に消えうせていってる今だからこそ思いますけれども物語を生み出すすすたためののの必須の要件だったんだなっっっんんなていううやっぱりすごく思うんですよそれがないと隠されているものとか神秘に包まれているものとか大事に守られているものっていうのがないと本当は何かこう何も生まれない何もときめかないだなっていうのをすごく思うわけです。 星の王子様、サンテクジュペリーの星の王子さまの中にも有名なね話が出てきて、狐と王子様が友達になる話って知ってますかね。で、狐が王子様にこんなことを言うんですけど、こう懐かせてくれと、自分を。で出会った時にね、王子様と狐は出会ったばっかりの時は、もう全くの他人で、 狐にとっても王子様なんてどこにでもいる男の子の一人でどうでもいいし王子様にとってもその狐はたくさんいる何千匹もいる狐のうちの一匹でしかなくてどうでもいい存在なんだけどだけどこう友達になるっていうことは懐かせるっていうことだと懐かせるってじゃあどういうことっていうと毎日同じ時間に会いに来たりだとか約束をして遊びに行ったりだとかっていうそういうしきたりとか儀式とかを重ねることによって。 そのの人との関係性を結んでいくっていうことだっていうふううふに言うわけこれねすごくガ蓄があるなっていうふうにやっぱり思っていていつでもどこでも簡単に手軽に四六時中つながっていられるっていうのは本当のつながりの価値を実はすごく薄めてるんだよねっていう話で本当にいつ来るかわからない電話とか返事が来てるかどうかわからないメールとかお父さんかお母さんのバリアーを乗り越えないと届かなかった。 ね、手紙電話とか見過ごしに顔も見ないでやり取りしてたみとかっていうものの中にはもうドラマがいっぱいあったわけですよねだけどそういうしきたりが完全に失われてしまうとやっぱりこう何もなくなってしまうっていうかでその王子様と狐の話に戻るとそういうふうに関係性を結ぶしきたりを守って関係性を結ぶっていうのをなんかこう有名なね「君がねもし4時に来る」って約束してくれていたら。 もう僕は3時からワクワクしてくるとで、それが3時が3時10分、3時20分3時30分って時計の針が進むごとにどんどんこう心のドキドキが増していってますます。今日っていう日が特別になって君に会うっていう時間がすっごく楽しみになってくるんだっていう。ふうに言うわけです。約束を交わすっていうのは本当にそういうことで、それがなんかこう人間関係を結ぶっていうこととか、その神秘としきたりによって守られている。 人のつながりっていうことの本当の価値だなっていうのをすごくねその「星の王子様」とかでも思ったりもしました。本音っていうのは何なのかっていうと、まあ、今回ねこの話の中でいう本音っていうのはどう定義しているかっていうとこれは、えっと、夢をぶち壊しにする身も蓋もない本音のことです。夢をぶち壊しにする身も蓋も蓋ない本音 口には出したくないけれども脳内では実際にはそう思っているっていうようなことそれが「本音ですねでそのサラレバ娘」はその「本音のオンパレード」なんですけれどもそのいい男がいないいい男がいないって言っているけれどもその「いい男がいない」って本当に実際には何を言ってるのかっていうと「金と名声だろ」っていうような,なんか発言とかが出てきたりするんだけれども。 分解していくとそういうふうになってしまうっていうような身も蓋もない本音っていうのがありますよね。それをまず、えっと、表に出すっていうか自分で自覚するっていうのすごく大事だなというふうに思っていていいんですよそれはもう身も蓋もなくて。そそそしてそれに対しててててれれにに対本本質っっっっいいうううのののはははは何ななかっていうとととととね実ちちょっと本音とはちょ音違うところにあるものなんですよでちょっと例え話をしながら説明をしたいと思います。 ホリエモンさんがねあの PR していたちょっと前に PR していたなんかパパ活アプリって知ってますかパパっって知って知ますこれ常識かな <laughs> テレビ見ないんでよく分かんないんだけどパパ活っていわゆるその若い女の子綺麗な女の子が自分にご飯ごちそうしてくれたりデートに連れてってくれたりバッグを買ってくれたりする年上のおじ様とつながりたいっていうアプリなんですって。でその まあ40代50代60代わかんないですけれどもおじさまの方は成功しているお金持ちしかこうアプリの会員になれなくてまあ要するにお金を持ったおっさんと若くてかわいい女の子っていうのをマッチングするためだけのアプリっていうパパ活アプリっていうのがあって堀エモ門さんがめっちゃ PR していたんですけれどもあれってこう身も蓋もない本音ですよねなんか本当に。 普通ちょっと常識感覚とかまあ恥じらいみたいなものがあったら思ってたとしてもあんまり口にはしないことっていうかホリエモンさんってすごいこういうなんか身も蓋も蓋なないい本音でで生きてる人じゃないですかだからこう聞くとぐさっと刺さることとかすっきりすることとかいっぱいあるんですけれどもまあとにかくそのパパ活アプリっていうのは身も蓋もない本音でできていると。でこう本音って要するに何なのかなって考えた時に本音っていうのは 自分の個人の利害に深く関わっていてつまり自分の欲を満たしたり自分の恐怖を解消して自分自身を幸せにするっていうことに関わっている身も蓋もない本音それが本音ですよねじゃあそれに対して本質っていうのは何なのかっていうとそのなんだろう身も蓋もない本音脳内で現状を実はこっそり思っているっていうそういうことを。 大声で口に出して言ってみる、自分にちゃんと言ってみたときに、心のどこかにちょっと残るざわつき感とか、違和感とか、なんか罪悪感みたいなものとか、何かだけどそうではない、それだけではない気がするっていうその引っかかりなんですよ。そっちが本質なんです。なんか本音と本質って微妙に違っていて、そこを見分ける必要すごくあるんですけれども、 本音で生きろ本音で生きろっていうふうに言われているけれども本音で生きるのは大事なんだけどそれはなぜ大事かっていうと本音を表に出すことがゴールなんではなくて本音を出した時に心の底から湧き上がってくる自分の本質がわかるようになるから本音で生きることは大事なんですねこの本音つまり身も蓋もない本音で生きるようになるとすごくこうクレバーな生き方ができるようになるんですよ ホリエモンさんんがいいい例だなっていうふうに思うんですけれどもそんな建前として自分の本当にやりたいこととか本当に思ってることとかを黙ったままなんかち縮こまって生きていくんじゃなくてそれが本当に本音なんだからしょうがないじゃんそう思ってんだからそれが欲しいんだから若いお姉ちゃんがいいんだからしょうがないじゃんお,お金持ちと付き合いたいんだからしょうがないじゃんっていうのがどうしようもない本音なんだったらそれを出して生きていった方がよっぽど早く目的にたどり着くよねっていうのがホリエモンさんの 態度ですよねで実際そうだと思いますそれすごくクレバーな賢い生き方だなっていうふうに思うしでそれにね本当に全然こう単に批判できないなと思うのはそのパパ活だったとしても例えばねなんか何とも言えない単語だなこれなんか <laughs> でもまあそうだったとしてだからって別にそのパパ活アプリを使ってる人たちがこう本当の愛みたいなものを軽視しているとか。 その人の付き合いっていうものをださで考えているとかってことだけではないと思うんですよ。そうではなくて、まあ、彼らにとって、まあ、おじさんにとっては出会う女の子仲良くなる女の子は可愛い子の方がいいなっていうか可愛くて若い子がいいなっていう本音そして女の子の側からすると男の人と知り合うんだったらお金持ちの男がいいなっていう本音その本音っていうその妥協できないラインっていうのを明快にした上でその中で。 恋愛とかなんか人間関係とか本当に仲良くなる友達みたいなものを出会うんだとしたらその中で出会おうっていうことをやっているわけでだって恋愛ってなんかこうどういう出会いからだって。で逆に言うとこういう本音で生きたりパパ活みたいなものを一切否定して清廉潔白に生きていったからといって。 それがなんか本当の出会いとか恋愛とかに繋がるかっていうとそれも別にわからないわけだし、だから別にどっちでもいい話なわけじゃないですか。本音で生きるっていうのはそういう意味で妥協したくない自分の一番の最低ラインみたいなものを切るっていうやり方なんだよね。なんか一番のベストを目指すっていうよりも実は絶対妥協できないあの足切りをするっていうのが本音で生きる。 クレバーな生き方をするつまり負けないってことなんですよ本音で生きると損しない負けないってこと自分が本当にやりたいことをだ本当に妥協できないところをこう決めて生きていくっていう感じだけど本音っていうのは実はこことちょっと違う層が違うところにあるわけですそういうお金持ちの男と出会いたい若,若い女と付き合いたいって言った時になんか私はちょっとざわつくんですねなんでだろう なんでざわつくんだろうってことを考えていくとその本質っていうのはそれはもちろん人それぞれなんだけどそこに何が入ってるのかっていうのはその本質っていうのは、ね、今日の一番最初にこう女性についての話をするんだけれども自分が女だっていうことを一切忘れて客観的な話として一回聞いてみてくださいっていうことを言ったんですけれどもそれとちょっと似ていてこの現状の人生を生きている普通の この人生の中を生きている自分っていうことじゃない視点に出るんですよね本質っていう側に出ると何だろうな、うん、ちょっとロマンチックな言い方をすると自分の人生のテーマとか、うん、使命みたいなもの自分にとっての使命みたいなものっていうのが本質の側からは分かっているからそこから見るとその本音だって思って言っているその本音自体がすごくなんだろう 社会の今のの今現状の枠組みに囚われた考え方だっていうことが分かったりすするわけですよそれは本当に一番大事なものではない本音っていうのは損したくない利害に関わっている自分の欲を満たして恐怖を解消して自分自身を幸せにするっていうことに関わっているんだけれどもその範疇で生きている限りそのなんだろうなうん人生の内部で成功していくっていう方式から逃れられないなっていうのをちょっと思うわけです。なので この本質っていうのはまあめんどくさい話なんですけれども人間としていかに倫理的に生きていくかとか自分の生き方が後の世代の女性たちに一つのロールモデルだとか一つの,その,、ね、あの潜在意識の中にたあの残されていく一つの試みとして残るんだとしたら私は本当に何をしたいだろうかっていうようなちょっとこう引いたもっと視点の広い考え方につながるんですね本質の方を掘り下げていくと。 なので、まあまあ、そのために一回本音になることは大事なんですよ。その現状を実際にリアリティを見てそれに対して何が自分はざわつくのかっていうところを改めて見るっていうその二段構造が必要なので、まあ、どっちも大事なんだけど、まあ、そういうことを思っているわけです。で、まあ、パパ活アプリの話からちょっとつながる感じなんですけれどもそのね身も蓋もない本音の世界で考えた時にその男 にとっての価値っていうのはお金持ちになっていくことであって女にとっての一番の価値っていうのはその少女性である若くて可愛いっていうことであるっていうことになんかこうなんだろうそこがすごくマッチアップしてるっていうことなんですよね現代社会ってもちろんそれ以外のね生き方をする人たちいっぱいいるんだけれどもでもこうお金と少女っていうものが実は裏表になってるってことなんですこれ。 これね実はあの3番目の話にもつながってくるんですけどそうなんですよで、えっと、この「ヒロインの、ね、物語」「ヒロインの旅」の中にもすごく出てくる話なんですけれども女性が自分の人生をこう生きていく時に最初に体験するのって母親に対する母親を切り捨てるっていうことだと母親を切り捨てて父親の娘になるっていうことっていうのを人生の中で体験するっていうふうに書いてるんですね。 でそれってどういうことかっていうと言い換えると最初からずっと言っているその女性としての英知っていうのは今の社会の中では失われているでそれを象徴している母っていうものをなんかおばさんだなって感じるとか例えばね自分は若いくて可愛いいけどお母さんはおばさんだなもう終わった女だなって例えばね感じるとかひどいこと言ってるけどでもあるいは。 お母さんみたいにずっとお父さんのお世話をして言うことを聞いてなんかこう小さ,くな小さくなってっていうかもう小さい人生を家の中での人生と近所で井戸端会議するだけの人生みたいなものを送るのは嫌だなって思うとかまあ実際の自分の母親がどういう存在だったかっていうことももちろん大きいんだけどそれ以外にも本当に母親っていうイメージの中に畳み込まれているもの 女性としての今までのなんか人生の在り方とか発展途上国の、ね、イスラム教文化圏の中の虐げられて押し込められている女性たちのイメージとかそういうものも全部含まれてくると思うんだけれども女だからって惨めな生き方をするのは嫌だっていうのが少女が女性が体験する最初のこう冒険の旅だと自立に橋、えー、と向かっていく時の最初の旅だっていうふうに言ってるんですね。 でそしてその次にその父親にに愛される娘になる娘な母親を切り捨てて父親を選ぶっていうことはその現代の男性社会の中で受け入れられらるる女にななってことなんですよ自分だけはあの散々ねあの安く扱われている旧世代のお母さんたちのような女たちとは違って自分は男の人とも対等に話せるしパパからお父さんから可愛がられるし。 そのお父さんの後を告げるしお父さんの自慢の娘になるっていう感覚っていうのが次に出てくるとでそれは本当にさっきと同じで実際の自分の父親から愛されたいっていうところに、まあ、ダイレクトに反映している人もいるだろうしでもそれだけではなくてお父さんっていう存在に代表されている要するに大人のお金を稼いでいる社会的地位のある なんか男性っていう,もうイメージそのもののなんですよそ,そのイメージそのものに対して認めてもらいたい愛してもらいたい私もなんかパパの仲間に入れてほしいっていう感覚それが「ヒロインの旅」の最初の始まりだっていうふうにこう言っているわけです。いやこれ面白いなっていうふうに思うんですけれどもこれね、あのー、神話学的に考えると男性の自立の物語ってこう父を殺す物語って よよく言言わわれれるるんんでですすけどもそういういに言われるんですよ自分の父親をどういうふうに乗り越えるのかっていう課題が男性には与えられていて息子が大人になって父を超えるっていうのが、まあ、定番のこう人間のね男の人が歩いていく一つのこう物語ヒーロー物語になっているんだけれどもそれに対して少女の物語っていうのは父親を乗り越えるんじゃなくて父親に愛される父親に認められるっていうことが目的なんですよ。 だけどこの物語って最初にその言った通り最初に一番最初に自分の女性性とのつながりである母親っていうものを否定することによって男性社会の中に男性の一員として認められたいっていう流れで始まってしまっているから一番最初に自分に大きな傷を負ってるんですね実を言うと。でそれにもう本当に大人になってから気が付くと多くの女性たちは。こちらの本によるとね。 で本当に場合によっては405060とかになってから気が付くっていう人もいるっていうぐらい自分の中からなんか女らしさとか女性的なものだとか,なんか何気ない日常への愛みたいなものがごっそり失われていて社会の中ですりつぶされて消費しつくされようとしてるっていうことに気が付いてゾッとするっていうタイミングがどこかでやってくる。でそこからまあ 昔自分が切り捨てた母親的なもの女神的なもの女性的なものとの本当の関係の結び直しっていうのがまあ自分を癒すためのね旅という感じで人生の中で起こってくるっていうふうに言われているんですけれどもねそのパパ活ってだからある意味これのすごい繁栄なんですよ。おおおお父父父さささんんん、ね、金を持っっててている男性社会ののの象徴としてのお父さんとそのお父さんにとしそに番 自分を脅かさない息子と違ってね息子は自分をいつか超えていく存在だけど娘はいつまでも自分を愛してくれる可愛くて若い娘だからその娘に愛を注ぐ娘の若さとか可愛さとかいとけなさとかっていうものに対してお金を支払うっていうそういう循環。で娘は娘でパパにとって認められる存在になるっていうことでなんか自分を生かしていくっていうその裏表になっているっていうのがこの社会の 構造にすっごい巻き込まれているシステムなんですよね。